おいっす、プライムです。じゃあ3話目やっていきましょう。じゃあ3話目で頼んでないじゃない、選んでないのは福沢さんかな。皆さんこんにちは、私福沢玲子。なんか福沢さんなんかさ、なんだろう、前回の生贄の時の話からすごいちょっと可愛く見えるようになってる俺の中で。1年生です。やっぱ明るい子はいいよね。よろしく可愛がってください。いきなりですけど皆さん、花は好きかしら。プライムくんは好き？花？どっちもないな別に。あんまり興味ないみたいね。まあいいわ。突然だけど、桜の花は見ていてどう？桜の散り際に花吹雪の中を通ったことある？ある。壮観よね。あなたは花は好きでも嫌いでもないって言ってるけど、そういうのはどうなの？桜を見ていていい気分になったりすることはないの？ある。まあ、それをでも花好きって言っていいんなら好きだよ。美しいなとか思わないわけ？もうはっきりしない人ね、すいません。さっきの私の質問に対しての返事もしっかり聞かれてるんだからね。え？何にって？花の精霊によ。うわー、あなた知らないの？花や木にはね、精霊が宿るんだよ。特に樹齢何百年とか何千年っていう木はね、いろんな歴史を見てるでしょ。人の生き様とか街並みの移り変わり、とにかくいろんなものを見てるのよ。人間なんかよりずっと偉いんだから。私のことをバカにしてる？おかしいとか思ってるでしょ。花ってね、人間の言葉がわかるんだよ。言葉だけじゃないよ、感情までわかっちゃうんだよ。サボテンを使った実験で証明されてるんだからね。そうなんだ。サボテンはね、人間の言葉によって成長が早くなったり遅くなったり、より美しい花を咲かしたりするの。へえ。私もサボちゃん飼ってるよ。太郎ちゃんと花子ちゃんっていう2人のサボテンちゃん。なんかでも2つこう並べて、言葉を言った方と言ってない方とかで実験したのかな。でそれで差が出るんならなんか本当っぽいね。毎日話しかけてあげるの。そうすることが大事なんだからね。太郎ちゃんには全然話しかけないみたいな。優しく話しかけて大事に育ててあげると、それだけ立派なサボちゃんになるの。だからね、逆も言えるんだよ。なじったり嫌な光景を見せたり、粗末に扱ったり乱暴したりすると植物だって怒るんだよ。特にさっきも話した何百年も何千年も生きてきた木なんかは怒らすと怖いのよ。精霊が宿っているからね。それでプライムくんも見たことあるよね。旧校舎の裏にある一本の大きな桜の木。なぜか忘れ去られたように寂しくポツンとある一本の木。あの桜って樹齢千年を超えてるんだって。だからあんなに大きいのね。それで実を言うとね、新校舎の裏にある第二運動場はあそこにできるはずだったんだって。けどね、あの桜の木があるからダメだったのよ。どうしてかわかる？あの桜をね、切ったり掘り出そうとすると事故が起きるんだって。工事中に3人も死んだらしいよ。木を切り倒そうとした1人は鉄骨に押しつぶされて足湯は怖っ。急に怖いじゃん。掘り出そうとした2人はそれぞれ原因不明の発熱で1週間苦しみながら生死の境をさまよった末に死亡。誰も手を出すことができないんだよ。めちゃめちゃ怖いじゃんよ。他の場所に移すのもダメなんだってさ。お祓いをやろうが何をしようが全然ダメなんだって。なんかトイレの花子さんでもこういう桜系の話あったな。怖いでしょ。いや怖いよ。怖いの？いや怖いよ。結構怖がりだったのね。でもさ、よくあるわよね。道のど真ん中に生えている木とか、その木が切れなくてここだけ裂けてる建造物とか、あれってやっぱり何か事情があるからでしょ。
木を切ることができないのはみんな一緒だけど、それにまつわる事情についてはそれぞれ違うとは思うけどね。確かにあるよね、なんかこう道路と建物の合間にこう、うまく生えちゃってる木とかね。それでね、例の桜のことなんだけど、ちょっと興味ない？木は頭いいんだからさ、普通に育った木なら事情を理解してもらえば怒ったり邪魔したりしないんだよね。何か事故が起きてしまうのはちゃんと木に事情を説明しないか、それとも悪霊が宿っているのか、どっちかよね。私はそう思うのよ。でもね、あの木にはちゃんと事情を説明したんだよ。迎え撃つだけだから絶対に木を傷つけたりしないってこともね。私そう聞いているもん。けれどそれを納得してくれなかったということは、やっぱり悪霊が宿っているのかしらね。精霊と悪霊となんか難しいね。あの桜にはいろいろな噂があるんだよ。その話をしてあげる。まだ旧校舎が使われていた頃の話を。といっても、その頃はもうあの桜もかなりの年数が経っていたんだろうけど、まあ千年だからね、この旧校舎なんてもう言っても10年20年とかそんなもんでしょ。それは大したことない。普通の桜で普通の花を咲かせていたわ。うわー、古い学校さすが旧校舎。当時1年生だった東条親切さんなんて呼んだろうこれ。親切でいいや。おとなしい子で友達のあまりいないようなタイプだったのね。でも決して暗いわけじゃないんだよ。それには理由があったの。仲のいい友達がいたから。彼女の友達ってその例の桜だったんだって。バカげてるって？うん、確かにバカげてるんだけど、みんな昔の子でしょ。ただのロマンチストな子なんだろうって思ってただけみたい。そうなんだ。その頃はみんなと少し外れた子がいても、今のようなひどいいじめとかなかったと思う。そうなの。朝彼女は学校に来ると桜におはようの挨拶をして、休み時間には会いに行き、お弁当はそこで食べ、放課後には学校の門が閉まるまで桜のそばにいたの。へえ。何すんの？雨が降っても雪が降っても真夏の暑い日でもいつもね桜の根元に腰をかけて、いつも楽しそうに独り言をつぶやいていたって。だからなのか、どうかは知らないけれど、毎年見事な桜を咲かせていたそうよ。桜にも気持ちが通じたのかしら。カメラマンが桜の写真を撮りに来たこともあったそうね。そうして平和な2年間が過ぎ、卒業式を間近に控えたある日のこと。クラスメートがその桜の木の下で彼女ともう一人の人影を見たんだって。しかも男の子。東条さんって進んでるのね。見かけにはよらないわ。いつもあそこで相引きしていたのかしら。そんな噂が流れたわ。でも本当は違ったの。確かにクラスメートが目撃したのは彼女と男の子だったんだけど、ちょうどその時告白されていた場面だったんだよ。彼女はそのことを悩んだわ。別に彼に問題があったわけじゃないんだけどね。なんでかって、彼女もその桜もお互い接しているうちに友達を超えた感情を持つようになっていたのね。頭が変じゃないかって。だからさっき言ったじゃない、植物には感情があるんだって。精霊が宿ってるって。きっと植物が好きな人や感受性が豊かな人や霊感の強い人はきっと話ができるのよ。告白されたことで彼女やっと気づいたんじゃない？自分は人間で相手は桜の木なんだってことに。あれから桜の下で泣いている彼女を目撃したっていうクラスメートもいたし、ほら、アイドルのすっごいファンで追っかけとかしていたのに実際にボーイフレンドができて現実に目覚めてしまうことかっていない？対象は違うけど彼女もそうだったのね。彼女は桜に卒業を機会にもうそばにはいれなくなるって言ったらしいわ。それと好きな人ができたってことも。
それ以来彼女は桜の木には近づかなくなったの。そして卒業式の前日、やはり気になっていたんでしょうね。彼女は放課後、そっと桜の様子を見に来たの。本当にさよならなのね。もう私がいなくても大丈夫でしょ。そしてそっと桜の幹に寄り添ったの。彼女は目を閉じ、この桜はこんなに暖かかったかしら。すいません。幹の中から何かが流れている音が聞こえる。人間と一緒なのね。こうしていると桜の花の香りに包まれているようだわ、とつぶやいたわ。だんだん西の空が赤く染まってきて、東には星も見える。いつもより空が近く感じるのは気のせい。だんだん気が遠くなっていく。翌朝、東條さんの名前が書かれた靴が桜の木の根元に転がっていたそうよ。しかも不思議と桜が満開だったって。東條さんね、あれから行方不明になっちゃったんだけど、クラスメートたちは口々に彼女はあの桜の木に飲み込まれたって言ってたんだって。あの桜は離れていってしまう彼女をどうしても引き止めたかったのね。どうせなら一緒になってしまえばと。取り込まれてしまった彼女の意識が最初はその一部だったのが、いつの間にか桜全体を支配して、しまいには桜そのものになってしまったんじゃない。怖いな。夕刻にあの桜に近づくとね、私に気づいて、私はここにいるわってささやきが聞こえてくるそうよ。だから動かされることさえ拒み続けているんじゃないかしないかな。そうね、悪霊というよりも彼女の強い気持ちが働いて、その桜を説得することができない原因の一つになっているんだと思う。あの桜、旧校舎の裏にあるからあんまり人目には触れないんだけど、普通の桜の花より濃い色をしているんだよ。へえ、遠くから見ると赤い霧のように見えるの。これで私の話は終わりよ。じゃあ次の人どうぞ。なんかすごい切ない話だったな。なんだろう、でもそれでね、桜の中入って幸せなのかな。でもここにいるよって言うってことは、そんな青山テルマみたいなこと言うってことはやっぱりね、それは望んでなかったのかな。はい、じゃあ次回また4話目ですかね、お会いしましょう。プライムでした。さよなら。